こちらですね、Supreme 21 FW オンラインセール購入品レビュー後編になります。まだですね、前編ですね、ご覧になっていない方はですね、見ていただけると嬉しいです。ではですね、後編に行きたいと思います。でそのですね、3点目ですね、こちらになります。コントラストフーディースウェットシャツになります。カラーはですね、レーザーグレー、サイズはラージサイズ。価格はですね、定価がですね、27,500円になりまして、そこから 30% オフで 19,250円になりました。8,250円お得に購入できました。こちらですね、ヤンキースコラボのですね、第1弾が発売されたウィーク2で発売されたアイテムになりまして、ツートンに、このフードとボディが2トンになってないですね、ブラックもいいかなっていうふうに思ってたんですけれども、もともと完売でした。ですので、第2候補のですね、こちらのヘザーグレーを選びました。デザインはですね、見ての通りこう2トーンになってるんですけども、まあ、ボディとフードですね、ボディの方はシンプルな、まあ本当何もついてないですね、無地のグレーなんですけども、フードですねが赤になってまして、でこのですね、フード周りですね、こんな感じですね、大きくシュプリームとアップリケが縫われています。この配色ですね、このグレーとこの赤っていう配色が単体でですね、春先なんかでもこう着やすいかなっていうふうに思ったんで、これを選んだんですけど、素材もですね、こちらはですね、ヘビーウェイトではなくてですね、コットンフリースですねになりますので、柔らかい素材になりますので着やすいですね。まあコットンフリースといってもですね、ちゃんとですね、こうフードは立ちます。それぐらいの厚みはありますね。メイドインチャイナですね。基本ですね、コットンフリースの場合はメイドインチャイナですね。裏地は安定の裏起毛です。カナダボディのですね、ヘビーウェイトではないので、まあ、そこにですね、こだわりがある方はですね、気をつけた方がいいかなと思います。まあ、でもそんなにめちゃくちゃ変わるっていうわけじゃないですけどね。コットンフリースも厚みはあるので、フードの立ち具合も全然悪くないので、こんな感じになります。はい、続いてですね、最後の4点目ですねが、こちらになります。アラビックフーディースウェットシャツになります。カラーはブラック、サイズはラージサイズで、こちらの価格なんですけれども、定価がですね、28,600円になりまして、そこから 30% オフですね、20,000円になりました。8,580円お得に購入できました。こちらですね、 FW のですね、立ち上げのウィーク1ですね、で発売したアイテムになりまして、計6色発売されています。でそのうちですね、ヘザーグレーに関しましては、自分はですね、立ち上げで店舗に行ったんですけれども、その時ですね、ヘザーグレーの方を購入しました。このアラビックロゴですね、はですね、自分は昔から好きなロゴ体なんですけれども、今回ですね、2017年 FW のですね、刺繍バージョン以来のですね、復活ということで、で今回はですね、まあ、これ前にも説明したんですけども、自分はですね、可愛いなというふうに思うので、もちろん買ってるんですけども、やっぱりですね、まあ、中には17みたいに刺繍がいいよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、さらにですね、今回ですね、おそらく生産量めちゃくちゃ多かったと思うんですよね。まあ、なのでセールになったっていうのも多分あると思うんですけども、セールになったら買わないわけないって感じなんで、僕的には。なので色違いの黒も購入しました。素材はですね、カナダボディのヘビーウェイトです。まあ言うことなしですね。でこのブラックだけですね、同色になっているので、まあ、他はあの配色になっているんですけども、こっちの方がまあ使いやすいブラックですし、ずっとですね、使えるかなっていうふうに思います。でこのですね、意味なんですけれども、まあ、アラビックロゴはですね、買うたびに言ってるような気がするんですけども、直接的にですね、アラビア語でシュプリーム最高っていうふうに書いてあるわけではなくて、輝かしいとかですね、称賛とか自由っていう、意味になります。またですね、刺繍バージョンですね、もうだいぶあれもちょっと色あせてきちゃってるんで、またいつかですね、復刻してほしいなっていうふうに思っています。はい、今回はですね、シュプリーム 21FW オンラインセールですね、購入した4点をご紹介させていただきました。この4点トータルですね、33,000円お得に購入できているので、まあ、個人的にはですね、大満足なセールとなったんじゃないかなっていうふうに思っています。シュプリームのですね、セールでこんなに買ったのは初めてかもしれないですね。あとですね、全然ちょっと話は変わるんですけども、3連休ですねの成人の日にですね、店舗の方ですね、ノースとコースアンですね、ゲリラリストッカーですね、少量あったみたいで、偶然ですね、店舗に行った方はですね、めちゃくちゃラッキーですね。一応まだですね、今週以降ですね、もうですね、セールの第2弾っていうのがあるかもしれないので、アナウンスが流れればオンラインの方ですね、ちょっと覗きたいなっていう思っています。でもこのままなければですね、もうこの FW シーズンというのはですね、個人的にももう終わりになりますので、次はですね、22は SS ですね、2月のですね、19ですかね、に立ち上げがありますので、
それまでですね、まあ1ヶ月近く空くんですけれども、なんだかんだすぐ来ると思うので、それまでですね楽しみに待ちたいと思います。でその間にですね、まあ何か買ったりとかですねした場合は動画をアップしようかなっていうふうに思っています。その際はですねインスタの方でもろもろお伝えできればなという感じに思っております。ぜひですね概要欄からですねインスタのフォローとですねチャンネル登録がまだお済みでない方は登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious.